上運動食ブータニッピーようこそ。カビ本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。がファミリーマートのイチゴのフルーティースクサンド、イチゴのふわふわシフォンサンド、2種類のイチゴサンドを食べたいと思います。まずはふわふわシフォンサンドの方から、こっちはテレビやなかなか隠れちゃってるんですよね。なのでその姿を見せてもらいましょう。おー、確かにふわふわとしている見た目のシフォンケーキですね。で、中を見るとこんな感じになってます。イチゴの方もしっかりありますよ。ではいただきます。最初に食べたシフォンサンドはふんわりとした生地の後にかな甘っぱいイチゴとさっぱりとしたホイップクリームが来ましたね。ただシフォン生地が取り扱い注意なぐらいふわふわしていたので、ちょっと繊細さが必要かなとも思いました、ね、なのでそこでちょっと気を使っちゃったかなという部分もあるので、こちらも検討させていただきます。で、こちらのフルーツサンド、こちらは結構大きめの食いつもの食感に甘酸っぱい3種類のフルーツが入っていて、いちごはもちろんですが、みかんやパイン、格闘のみかんやパインもしっかりちゃんと覚えておけたんですけど、この甘酸っぱさを発揮していて美味しかったです。で、クリームが入っていたので満足感も得られたのが良かったですね。で、こちらはこちらの点数をさせていただきます。どちらもいちご美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。